皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はですね、和食の魅力についてお話ししていこうかなと思います。いつも栄養素の話とかしていることが多いんですけれども、このコーナーではですね、食に関心を持っていただきたいな、栄養に関して興味を持ってもらいたいなというところで、食というテーマで私が好きなことをお話ししていこうかなと思ってます。この動画では和食とは何なのかというところと、和食の魅力を4点に絞ってお話ししていきます。最後に今和食が置かれている現状について、皆さんと考えていけたらなというふうに思っています。ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。なんで今回その和食についてお話ししたいのかと言いますと、2013年に和食というものがユネスコの無形文化遺産に登録されました。それをきっかけに和食の魅力について、世界中で注目を集めているというのが今の現状になっています。そのユネスコ無形文化遺産で定義されている和食というのが、料理それぞれではなくて、和食つまり日本人の伝統的な食文化が和食であるというふうに定義されています。なので肉じゃがとかラーメンとか寿司とかではなくて、日本人がこう代々受け継いできた食材だったりとか調理方法とか、そういったものを全部ひっくるめて和食というふうに定義されています。食文化が無形文化遺産に登録されるっていうのはとてもすごいことで、今回登録された理由として4つ挙げられています。まず1つ目に、多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重。そして2つ目、健康的な食生活を支える栄養バランス。で3つ目が、自然の美しさや季節の移ろいの表現。で4つ目、正月などの年中行事との密接な関わり。この4点を総合的に評価して、文化としてしっかり後世に残していこうというところで無形文化遺産として登録されました。で、和食の魅力を一つずつお話ししていくとキリがないので、その中でも私が特に和食のいいところを4つに絞ってお話ししていきたいなと思います。まず1つに、食材。で2つ目、調理方法。で3つ目が栄養。4つ目がもてなしの心。この4つの観点でお話ししていこうかなと思います。1つ目の食材についてなんですけれども、日本はですね、海の幸、山の幸に恵まれているというのがもう一番の特徴になっています。1つ島国であるっていうところと、南北に縦長な国であるっていうところ、あとは季節の移り変わりがはっきりしているっていうところが日本特有の風土じゃないかなと思います。気候を生かして、さまざまな農作物だったりだとかお魚とかが収穫されるわけなんですけれども、農作物でいうと本当に多彩で、稲作、お米ですよね、キノコだったりだとか、お野菜もそうですし、山菜とか本当に非常にたくさんの種類の農作物が日本という国の中で作ることができるっていうのがまず一つ目の特徴かなと思います。日本はもう360度海に囲まれているだけではなくて、黒潮と親潮がぶつかることでいろんな種類の魚が取れるっていうところも特有の風土の一つと言われています。特に魚の消費量はアメリカの約2倍というふうに言われていて、年間1人当たり約57キロ日本人は魚を食べていると言われています。それぐらい日本は昔から非常にたくさんの種類の魚を調理して食べてきているというような特徴があります。でもう一つ、最大の魅力と言ってもいいのではないかなと思うんですが、季節ごとの味を楽しむっていうのがもう日本ならではかなと思っています。つまり旬の食材を料理に取り入れるっていう文化が和食の魅力じゃないかなと思っています。そろそろサンマの季節かなとか、秋になったので栗とかさつまいも食べたいなとか、なんとなくそういう風に思うことが日本では普通なんですけれども、世界で見た時に季節ごとの味を楽しむっていう文化がある国って本当に少ないので、四季のある日本だからこその文化なんじゃないかなと思います。ちなみにビーレジェンドプロテインでは、皆さんに四季を感じていただきたいという思いから季節を感じられるプロテインというものを数多く作っております。なので一年中いろんな味を楽しみいただけますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。次ですね、和食の魅力2つ目が調理方法になります。和食の調理方法の一番の特徴は出汁を使うことになります。出汁を使う意味っていうのは、旨味を感じるために使うものなんですけれども、旨味成分を
中心に味付けしている、まあ、料理で構成されている食文化っていうのは本当日本だけというふうに言われています。だいたい美味しさを感じるものの味っていうのが油油脂の味と、まあ、旨味と糖質甘さっていうところで美味しいなって感じられるんですけれども、まあ、一口には言えないんですけれども、だいたい世界中の料理は、まあ、油脂のコクとか味を基本にして料理の味付けを成り立たせているっていうところが多いです。なのでもう旨味っていうのが和食のまあ魅力じゃないかなと思います。ちなみにあの旨味っていうのは日本で発見された味の種類になってまして、世界共通の言葉になってますので、これはもう日本人誇りに持っていきたいなと思いますね。で、調理方法なんですけれども、魚を調理するって考えた時に、お刺身として生食で食べる、酢締めして食べるとか、煮たり焼いたりとか、揚げたり蒸したり炒めたり、発酵させて食べたりとか、干して食べたりとか、お魚一つとってもいろんな調理方法で調理しているっていうのも和食の魅力じゃないかなと思います。特に魚を生で食べる文化っていうのは、新鮮なお魚が手に入る日本ならではの文化かなと思います。で、味付けに関しては出汁を使った旨味と、あと発酵食品で基本的には味付けをしていることが多いです。発酵食品っていうのはお醤油とか味噌、そういったもので基本的な味付けをするっていうのも和食の特徴かなと思います。和食の魅力3つ目、栄養になります。まあ、ユネスコの文化遺産に登録された理由としても、健康的な食生活を支える栄養バランスというところが和食の中でも評価されている部分になります。和食というのは基本だしの旨味を使って味付けするのが基本の料理になってます。そうすることで何がいいかというと、油を使わなくても美味しく味付けをすることができるので、低カロリーで食べることができるというのが最大の魅力かなと思います。あとは一汁三菜という文化が和食の基本になっています。主食主菜副菜とお汁を組み合わせるのが和食の基本的な献立になるんですけれども、それをすることで何がいいかというと、多彩な食材を組み合わせることで、まあ、いろんな栄養素を一食の中でバランスよく取ることができるというのが一汁三菜という文化の魅力の一つかなと考えています。和食の栄養バランスというのは世界でも注目されていまして、1997年にアメリカでマクガバンレポートというのが発表されました。これは何なのかというと、アメリカ人の食生活指針になっています。アメリカは脂質を多めに取られる方が多いので、肥満の方が増えているというのが社会問題になっているという背景から、食生活の指針が発表されたわけなんですが、その中で提唱されている PFC バランスがあります。それがP、タンパク質が 15-20%、 F、脂質が 20-25%、 C、炭水化物が 60-65% というのが健康的な食事として理想の PFC バランスですよというのがアメリカで発表されたわけなんですけれども、これが和食の一汁三菜の献立で取ることができる栄養バランスと非常に似ているというところから、和食イコール健康的な食事として世界中から注目されている理由の一つとして挙げられています。最後、和食の魅力4つ目がもてなしの心になっています。私が一番和食について思う中で、まあ、一番大切にしていきたいな、誇りに思っていきたいなっていう部分がこのもてなしの心の部分なんですけれども、和食という文化が文化遺産として認められた理由として、食材とか調理方法とか料理一つ一つだけではなく、日本人が昔から大切にしてきた食材を大切にする心とか、お客様をもてなす心みたいなところも全部ひっくるめての世界からの評価になっています。特に和食の特徴として、年中行事と深く結びついているというところも特徴になっています。お正月におせち料理食べたりとか、2月の節分で豆まきしたりとか、3月にちらし寿司を食べたりとか、食べ物と行事っていうのが結びついているタイミングってたくさんあるかなと思うんですけれども、かつですね、日本は昔から食を通して絆を深めるっていうところを大切にしてきました。今でもお正月には実家に帰ってみんなでおせち料理を食べてみたいな文化残ってると思うんですけれども、一つの料理をみんなで食べるという時間を共有して、家族だったり親戚だったりの絆を深めるというところを大切にしてきたのも日本の文化になります。かつ年中行事と密接に関わっているというところで考えると、料理で季節感を演出するっていうところも和食ならではかなと思います。まあ、器一つとっても、その料理に合わせたりとか、季節に合わせた器に変えてみたりだとか、長皿があったりとか、本当にいろんな器を使うっていうところ
も和食の魅力として挙げられてまして、そうめん食べるときはガラスの器にするとか、春だったら鮮やかなピンク色のお皿を使おうかなとか、器一つとっても季節に合わせたものを使ってお客様をもてなしするっていう心が日本の和食の文化になってますので、そういったところも本当に魅力かなと思います。であともう一つですね、大切にしていきたいなと思うところが食事のマナーのところですね。昔からお米一粒に神様が宿ってるよみたいなところ言われたことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、本当に食材一つ一つを大切にしてきて感謝の心を持って食べるっていうところも昔から受け継がれてきた文化かなと思います。いただきますとごちそうさまっていう当たり前に言ってると思うんですけど、食材を大切に考えてきたからこそ今まで受け継がれている言葉なのかなと思ってます。あとはもうお箸の使い方とか礼儀的な作法の部分も美しい作法で食べるっていうところも含めて食の素晴らしいところかなと思いますので、後世に受け継いでいくべき文化かなと私自身思っています。こんな魅力的な和食が今危機的状態にあるというふうに言われています。で日本といえば主食が米というイメージあると思うんですけれども、米を食べる量が半減しています。1960年は1日あたり1人1日315g 食べていたんですけれども、2010年になったら1日1人当たり 163g まで半減しています。その代わりにお肉と乳製品の摂取量が増えているっていうところで、食のいろんな文化が入ってきたことによって食の文化が欧米化していってるっていうところも現状です。あとは一番こうちゃんと和食を食べるタイミングってお正月かなっていうふうに思っていたんですけど、おせちを食べる人が年々少しずつ減っているそうです。1992年には家族でおせち料理を食べるっていう人が 86.6% いたんですけれども、2012年には 74.8% まで減っているというようなデータがありました。家族の形も様々なのでいろいろ考えることはあるかなと思うんですけれども、どんどんこの文化が少しずつ離れていってしまってるっていう現状は少し寂しいなっていうふうに調べていて感じたところです。私自身いろんな国の文化とかいろんな国の、食べ物とか食材が入ってくることはもうウェルカムなんですけれども、日本人が昔から大切にしてきた和食という文化については日本人一人一人が誇りに思ってしっかり残していきたい部分だなというふうに私自身は考えています。今回私の動画聞いていただいて和食について少しでも興味持っていただけたりとか、和食って素敵だなって思ってもらえる人が一人でもいたら私は嬉しいなと思います。では最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。